杉健一は、日本の岩石学者。杉健一九大理研法、第3巻、第2号小杉健一教授記念号より、日本岩石学は、明治初期の古藤文次郎をもととし、1910年代、後半、甲子宿優、坪井聖太郎を経て、鈴木敦氏、富田徹、杉健一が1920年代に活躍し始め、キスを築いた。 杉の編成岩岩石学の日本輸入移植は、特に現代の岩石学の基盤を築き上げた代表者と目されるに至ったのである。また、杉博士の学問は、温和な調和的な学風であり、研究は多くの人々に賛成せられ、高く評価され称賛された。1939年九州、今野演造、松下久道、松本達郎らと共に、 教室建設に尽力した。旧大では、当時まだ研究が進んでいなかった、北部九州西中国地方の古生代、中生代編成岩類、新生岩類の研究を行った。戦時下での教室建設という困難による過労のためか、1943年頃、肺結核を発症し、1948年に没した。 九州大学時代の門弟に、村上誠英,英、唐木田義文、黒田義正、山口正良がいる。杉と共に、旧大地質教室の建設に尽力した、松本達郎は、杉没後の1950年に、小杉健一らと共著で、松本達郎、杉健一、唐木田義文、種田貞勝、村上上英、富田徹、北九州の編成眼類。 新生岩類について後、私学的外札という学会発表を行った。1951年刊行された。同書には、次の業績目録とともに、以降3編が収録されている。また、同書掲載の松本達郎、北九州、西中国の基盤地質構造解説の新生岩、変生岩の部分には、旧大における次の研究内容が含まれている。次の没後、 杉の蔵書は遺族によって九州大学に寄贈され杉文庫と呼ばれている。旧大地質学科は創立直後に選挙区が悪化し、海外図書の調達が途絶えたことや、戦後は経済的急防のため、教育研究に必要な図書の整備に苦心した。そのような状況下にあって杉文庫は学生たちの教育研究を支えた。 九州大学附属図書館杉門湖1960から70年代、宮城明保と杉門邸の黒田義正を中心とする、阿武熊研究グループが退治した阿武熊高原に分布する変成岩類の生因論争は、杉健一の生涯と業績などにおける、宮古の城の杉の研究業績に対する例説を書いた記述が原因の一つとなっている。阿武熊問題は、 杉の名誉回復運動の側面があった。死後の1976年には、相弟子の村上誠へが、杉と、屈な正則が1942年から1944年に、瀬戸内海の岩木島より発掘した未解決鉱物の分析に成功し、恩師の名前にちなみ杉石と命名する。国際的に、奇跡、宝石して、普及に至る杉石、杉ライトは、 杉が1944年、愛媛県岩木東山江寺林仙長岩についてを岩石鉱物人浴化学開始に発表を期きとして30年にわたる検診なる新年分析のもとに1976年の杉石命名を実現。それが現在の偉大なる結果をもたらした賜物のであり、日本人名のついた唯一の宝石発見である。ありがとうございます。